皆さんこんにちは、神谷総平です。医師改革大学のページをご覧になっていただきありがとうございます。医師改革大学の講義は2020年2月に終了しましたけれども、先生方の講義の DVD をですねいくつか販売をしております。同じようなテーマで被ることのないように厳選した講義を選んで皆さんにご購入いただけるように購入ページを作っておりますので、そちらの方からぜひ購入していただきまして勉強していただければと思います。著名な先生方はいろんなところでお話をされていますが、一人の先生からまとめて10時間、12時間と学べることはなかなかないと思います。日本の政治の裏側、メディアの情報、そして教育の問題、さまざまな課題で本当は一体どうなっているんだという皆さんが知りたいところを限定でお話しいただいた講義が多数ありますので、ぜひそちらの方で学んでいただきまして、皆さんの意識改革を起こしていただきたいと思います。DVD の販売ページについてはリンクの方を貼っておきますので、こちらの方からご覧ください。CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日もじっくり学ぼう日本の軍事をお送りしていきたいと思います。講師は福山先生にお越しいただいてます。福山先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回までは中国についてということで、また中国のですね、戦略ということを分かりやすく説明していただいたんですけども、今日はその中国の一部になってしまっている香港ですね。はい、香港についてお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。香港のデモというものを見る上において大事なのはですね、これがそのバックグラウンドというかどういう位置づけになっているかということを理解されること。あそこのだからデモをやってパチパチやってるようなものは一応舞台のその演出に過ぎずんですね、はい、その背景にあるものなんだということが大事だと思ってます、はい、米中経済戦争覇権争いの一場面という位置づけが非常に大事だと思います、はいはい、アメリカのペンス副大統領というのはまあ中国批判を2年続けてやって、今年も10月24日にやったんですけど、その中のここの3番目に香港への干渉ってあります、はい、これは一国二制度のノリを超えて中国は過度に干渉してるよと言うけれども、はい、うん、アメリカも干渉してるじゃないかという、はい、中国に言わせればそうなんですけど、そうですね、いずれにせよそこにこれを上げすらっているっていうことは、はい、あのアメリカもその対中国戦線として重要な位置づけとして活用しようという思いがここから見えてくるということだと思います、はいはい、で中国はそのアメリカの対中戦略でもいろいろ説明しましたけれども、多種多様なお金に関わること、テクノロジーに関すること、中国共産党のスキャンダルをつかんで、いざとなったら習近平がどっかに莫大な金を蓄えてるっていうのは、はい、あれとか そんないっぱいあると思うんですけど、はい、その中で丸5で書いているように、宗教あるいは宣伝思想、こういうことを一生懸命やってるんですよ、うん、例えば新疆ウイグル自治区のあのイスラム教徒の弾圧とかですね、はい、うん、そういう中の一つの流れの一つとして香港デモっていうものを背面から支援してると、はい、私はもう 100% そうだと思ってます、はい、で香港は中国との戦いでは高い利用価値があると、はい、でアメリカにとって香港の戦略的な価値っていうのは、まあ、凱旋作戦の一正面として活用できる、うん、あるいは封じ込めの中国封じ込めの拠点にできる、うん、あるいは経済技術の唾液ができるっていう点に加えて、先ほどから申し上げているようにイデオロギー宗教戦争に活用できるという面があると思います、はいはい、こういうことですね、ここにありますように、ピンクで書いてる、要するに宗教弾圧、自由弾圧ということがイスラム教ウイグルとつながると、うん、あるいは香港というのはやっぱり、ブリティッシュの支配下にあったから宗教は自由で、キリスト教徒も多数いると多いですね、はい、それがだからその欧州のキリスト教あるいは中国国内のキリスト教っていうものに対してのリンケージがある、はい、それから今度は別の入れを自由という側面から見ればマカオだとか香港、果ては今基地問題でうるさい沖縄に対する工作が相当入ってますけれども、はい、うん、そういうものに対しても悪影響がある。香港、台湾は早速1月には総選挙はあるけど、はい、そういうものは、うん、デニー、なんとかっていう知事も、はい、もろに見て感じるはずだと、はい、
こういう構図になってる、うん、でここにありますのは中国の一帯一路っていうものとその宗教の関わりなんですけど、ここにありますように、海を通るものとシルクロードを通るものありますけれども、いずれもそのそこにグレーで書いてる 中東とアフリカ北部、ここにはたくさんのイスラム教徒があります。したがって中国がイスラム弾圧ということをアメリカの宣伝でどん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 動いていくと、この一帯一路の大きな阻害要因になると私は見てます、はい、そしてまた南の方でもマレーシアだとかインドネシアあたりはもう相当のイスラム国ですから、うんうん、はい、それとだからその彼らのシーレーンというのも脅かされると、うん、それと一番末端のヨーロッパとオーストラリアニュージーランドというのはキリスト教国ですから、あるいはもうアメリカ南米もそうですから、それはそういうことをどん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 上げていくと中国に対するものすごく大きなそのブレーキになると、はい、孤立させれますよね。ね、孤立させます、はい、でここにあるように先ほどから言ってるのはそのアメリカの陣立てと中国の陣立てというのは内戦作戦外戦作戦と、ちょうど中国からは外に対するあれとアメリカはそれを抱え込む封じ込めるような陣立てになってますよ、うん、はい、香港は香港でもっていうのはその一つなんですよっていう全体の位置づけですね、はい、でもう一つ私がその出口入り口ありますけど、はい、香港は中国にとってどんな価値があるかというと、一つは国際資本というものを供給する資金プールになると、はい、でもう一つはその先端技術を盗み取る上での窓口になると、うんうん、で出口の方は何かというと貿易障壁が設けられると香港から入ってきたという形で、はい、それを抜けられると、はい、こういうメリットがあります、まあ、一言で言うとお財布になってたって話です。そうですそうです、はい、だからこれが全部吹っ飛んじゃうと中国にとってものすごい痛いと、はいはい、でもう一つ私が言いたいのは、うん、ここは表ではその火炎瓶を投げ合ったりバリケードを作ったりする場になっているようだけど、はい、その裏には情報機関がもう熾烈な戦いをしていると、うん、もう死人まで出てるけど、はい、おそらくそれは公表しないと、うん、でアメリカは CIA と軍の情報機関が入ってますし、イギリスは MI6 からオーストラリアは ASIO という情報機関が入って、通信法律外交それから資金、はい、情報作戦、うん、ありとあらゆるものをやってると私は決しますし、はい、これはスペイン戦争から中から見てですね、もう 100% 正しいと思います、はいはい、うん、どんな長期間による作戦支援というのは何だと思うかも分からないけど、一つはメディアを通じた世界世論を味方にするための情報戦、はい、それを通じて習近平体制の揺さぶり、うん、それから台湾マカオの中国からの利確から作戦支援としてはそのどうやってやるかというと、天安もう中国がやった天安門とそれからこれまでの香港におけるデモ闘争、これを時系列的に徹底的に分析して新たな戦略戦術教訓の導き出して進化させていく、でそれを出てきたものをもう一回実行に移し、そしてそれをもう一回レビューして反省し、はい、うん、またそれを実行に移すというこういうサイクルでどん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 進化させていってると思います、はいはい、それでそれを具体的なものを見ると一つはですね、デモ隊の組織化、要するにあそこに自然に集まったように見えますけど、はい、ここにあるようにこれを全体として指導統制するもの、あるいは通信でいろいろその指令を果たすもの、うん、ビラ配り、ロジスティックスのマスク、水、お菓子、食料、 PR 担当、統制、参加誘導、うん、警察の動向をする情報機関、うん、スパイの排除、キリスト教と結びつけるためのキリスト教の教師の、うん、牧師の活用、はい、これに手を出そうものはさっき言ったようにキリスト教に対する弾圧というのを怖だかに、はい、もうなどなど、全部このこういう雑把な人たちを組織化して任務付けをしてるんじゃないかと思います、はい、それからもう一つはそのやっぱり戦う上では何でもその精神スピリッツが大事なんですけど、いろんな士気を高揚するために死者を、まあ、日本の全学連で何とかっていう人がデモで丹波光子何とかっていう人がデモで死にましたけどね、はいはい、ああいう人をその女性のヒーローにしましたけど、うん、同じようにそういう士気高揚策をやると、はい、で香港に栄光があるってあの歌なんかでもリパブリス参加とか何とか その国家と同じようにやっぱりこの非常に士気高揚のために作ってると思ってます、うん、それともう一つオペレーションというか組織作りとして、要するに穏健派と会計派を
分離して役割分担をしてオペレーションやるようなものを作ってるんじゃないかと思ってます。それから装備戦術としてはもうヘルメット、ガスマスク、傘を装備するとか、警察の催涙弾を投げ返すとか、催涙弾の液体でその中和するもので薄めるとか、それから攻撃目標も選定する、要するに相手にとって痛いもの、うん、新華社殿 の, あ, のあれとか、中国の新派の工場とかなんとかってありますけど、こういうものを精緻に しながら、どうすれば相手に痛みを与えられるかということを徹底的に研究して、それを計画を作って、はい、それを一人一人にちゃんと方向づけして命令を与えて、だからその無党制に集まってきたようなデモ隊だけど、はい、だん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 進化して、要するに、軍隊流のオペレーションになりつつあるんじゃないかと思います。はい、それから中国の、それに対する中国は何かをするかというと、絶対やっちゃいけないのは第二の天安門という軍か軍警を投入すること。そうすると先ほど言ったように財布の口が閉ざされるわけですから、うん、でやることはゆでがえる、すなわち参戦という世論戦とか心理戦とか法律戦とかやって、相手その西側世論につけ入る隙を与えないようにして、カエルをとろ火で煮殺すように締め上げていって、逐次デモを沈静化させるっていうのが中国の基本戦略じゃないかと私は思います。それからそういう一環として法律まで変えていくと。それからまあ、それに対してアメリカはその香港の自由なんとか作戦という議会に報告するようなことまでやって、はい、お互いにやってますけどね。だ、うん、から諜報戦の強化ということで、先ほど言ったように、まあそこは自由に飛行機で入れますからね。ありとあらゆる諜報機関が入っていって、そこで、見えない基盤を作り、はい、人を養い、うん、やってると。はい、だからまあそれは中国もそれをやると。で今何人か殺されてますけど、これは事故死っていうよりもちゃんとその殺すべき理由を見つけて、はい、個別に殺してんじゃないかと、うん、私は推測しています、うん、でいずれにせよこれからの展望としては、まあ、ベトナム戦なんかのように米中覇権争いが続いてる限りはやめないと、はい、うん、でやめるとすれば、はい、完全に中国から切り離されて、うん、自由な香港が帰ってくるというスタイルだと思いますけど、はい、これはもう彼らの返還期限というのも時期があるんですけど、はい、それまでは延々と今のようなことを言って、うん、習近平体制を中国を揺さぶるということはやめないと思います、うん、はい、はいはい、ありがとうございます、まあ、僕も、昨年ですけどもちょっと香港行ってきましてね。本当ですか。はい、大体見てきたんで、僕結構香港はずっと追ってまして、雨傘運動始まった時からの変化を見てるんですね、うん、もう一時なんか雨傘運動の首謀者たちに会ってですね、うん、共産党新聞に取り上げられてですね、うん、日本の行政機関からちょっと注意を受けたってですね、うん、軽率なことするなってですね、うん、はい、ということがあって、まあ、今回も香港行った時ちょっと 別室呼ばれたんで、まあ、それかなと思いながら、まあ、特にね決定取り上げるかなかったですけど、あれでしたけど、先生は公開情報からこれ分析されてるじゃないですか。ほとんど当たってますね。そうですか、それは嬉しいですね、はい、ほとんど僕はなんか偉そうに言うのあれですけど、大体こんな感じですね。やってる本人たちもこういう風になってるっていう風に分かってる人と分かってない人がいます、うん、むしろ僕らちょっと外野じゃないですか、うん、ね、うん、から見た方が俯瞰できるんですよ。やってる人たちやっぱりその思いでやってるので、今6対4で国民の意見が大体割れてるんですね、うん、4はいや今まで通りでいいじゃないか、別に中国と一緒にやればいいじゃないかという人たち、うん、で6はいやこのままじゃ中国に飲まれてダメになっちゃうと、だから自分たちの自立とか民主主義守んなきゃいけないんだっていうのが6なんですよ。でそれが家族の中でも分かれてるし、コミュニティでも分かれてるという状況の中で、で誰がリーダーか分からないと、はい、で決して裏にアメリカはいないと、うん、自分たちの意思でやってるんだと、うん、で誰が指揮してるのって、いや誰が指揮してるか分からないと、うん、リーダーが分かるとその人が捕まっちゃって、うんうん、また鎮静化されちゃうから、うんうん、リーダーを決めずにみんなが自由意志でやってるんだと、はあ、うん、でも反対側はそんなもん自由意志でできるわけないだろうと、誰かが裏で指揮ってるの決まってんじゃないかっていうので、それでまあ意見の食い違いがね、うん、まあ、双方僕にの考えの友達がいるので、うん、だから聞いて、まあ、どっちも否定せずに、 あなたはこう思ってんね、あなたはこう思ってんのねっていうので聞いてきたんですけど、まさにこういう状態だと、はい、私はそういうふうに思いますし、雨傘運動の時のように早く沈静化することはなかなかないだろうなと。でこれは当然来年のね、あもう今年ですね、台湾の総統選までは引っ張るでしょうし、うん、もう万が一ここでガタガタっとうまく中国に乗り切られてしまう、寄り切られてしまうと、まあ、これ流れは日本まで来ますよねと
いうことも僕は皆さんには伝えてました。はい、クローズの回でですけど、はい、ので、はい、この香港の分析分かりやすいですし、はい、皆さんにも、でも裏付けがないからテレビで言うとまた怒られるんですよね、こんな根拠のないこと想像で言いやがってと。でも福山先生のお仕事はインテリジェンスですから、公開情報をもとにこういったことを分析して資料として出していくっていうのがお仕事ですもんね。はい、そうですね。だから今日非常に心強いのは、そうやって現地に行かれて、この大きなその流れっていうか、私を俯瞰する図がずれてないっていうのは、それはもう初めて聞きましたけれども、はい、情報なんていうのは 100% 目の前に現れたもの、テレビで絵柄を映すっていうのは、あれはもう彼らはその逃れようのないそのファクツ、はい、エビデンスということなんでしょうけれども、それだけではそのこの現象というか、社会現象、国際現象をどう見るかっていうのは不十分ですから、はい、やっぱり一つのその分析っていうものを通じて、実態はこうだと、人間の骨格というのをそのレントゲンで炙り出すようにですね、はい、これは人間の頭脳の力ですから、そういうふうにやっていかないと、そこには確かに一部のそのエラーというのは、あるいはその相手のフェイクの情報に踊らされるっていう可能性はありますけれども、そこさえも厳密に判断しながらやっていくっていうのが、やっぱインテリジェンスのミッションですから、はい、そうでないと戦えないですよ。そうですね、はい、はい、分かりました。はい、今日もいい分析を教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。